すのだ。もう少しで車力の巨人。やったぞ、車力の巨人を仕留めた。誰が仕留めた。おっ払え。一発限りの騙し討ちですよ。戦士に選ばれるはずじゃなかったのに、弟を貶めたりして軍に印象操作したんだ。弟を守りたかった、はあ、今巨人たちを。待て、待ってくれ。叫ばないでくれ、ジークさん。なんだと。獣の継承権を得た。兄さん離せよ。正直俺にはちっともわからなかったよ。子供を巻き込んで平気な人ではなかったはずだ。死ねというつもりはない。ファルコが叫びの範囲から出るまで待ってほしいんだ。弟は巻き込まないでくれ。ファルコ早く乗って。黒中身ガルト。弟を思う気持ちはよくわかる、ジークさん。だから残念だ。兄貴の記憶を見たぞ。待て、ダメだ。ボルゴー、最後まで俺の方が上だって。クリアーですか。まさか。よく気づいてくれた、エレン。ピークちゃんの真似だけど、あと少しだ。来い、エレン。
取ってる連合軍を潰すつもりなんだよ。エレン、帰ってきたの。私たちのところに。ウォールマリアの壁まで崩壊している。潰すだけならこんなに必要ないよ。こんなに全てのユミルの民に告ぐ。今エレンの声が。俺の名はエレン・イエーガー。全てのユミルの民へ話しかけている。全ての壁の硬質化が解かれ、巨人は歩み始めた。俺が生まれ育ったパラディ島の人々を守ることにある。パラディ島の人々が死滅することを望み、俺はその望みを拒む。この島の外にある全ての地表を踏み鳴らす。この世から駆逐するまで。終わりだ。俺たちの生存を脅かしてきた敵も全てペシャンコだ。海の外の連中が一番恐れていたことが俺たちを悪魔だと決めつけて皆殺しにしようとしたばかりに、外の連中が招いた結果であって、どうすることもできなかった。そうだろう。